ベレの弦の張り直しを、ちょっとご紹介したいと思います。今回は、オアシスの GPX クリアフロロカーボンのストリング使ってみたいと思います。Enough for two sets ということで、2回分使えるよってあるんですが、大体私無駄遣いしてるんで、あと失敗するんで外国いいかも。ここからですね、156mm ある弦ちょっと当ててみます。鶴巻からナットのとこまでですね、弦の長さ、弦長が約48cm、480mm で、前後ですね 15cm ずつ残すと、足し算するとちょうどですね78足して156、あ、2本取れちゃいましたねって感じです。使います。大体です、 15cm。 こっちの穴からこう通します。逆からでもいいんですが、こっちの方が都合がいいです。これでここが、ここからここまで 15cm 残す感じにします。結構ですね、もう折らないようにですね、こう結んでいく。でですね、これはですね、こういう感じで結んじゃいます。3回ぐらいやればいいでしょう。で、あとはこうやると見た目がこう綺麗ですよね。どうするか。で、全部勝手にハワイアン巻きと呼んでますが、ハワイで弦くれるかと、大体これがですね、全部束ねてこっちで全部締められてるんです。後でお見せしますが、そのためにこれぐらい残したという感じです。で、あとはこちら側に持ってきて、ここもやっぱり15センチぐらい残して、切ってしまいます。で、1回穴を通していただいたら、1つ2つ3フレットぐらい戻します。1,2,3 ぐらい。これ何かというと、ここ巻いてきますよね、ここのところに、その分の余裕です。で、ここぐらい、最後、1弦ですね、E 弦のとこですが、同じように通していくんですけど、今までの上の3弦こんな感じですね、残ってる端切れをですね、一本に束ねるというんですかね、束ねて、1弦のところで縛ってです、縛り込んじゃうというか、ホールドしちゃう感じですね。これがいわゆる、まあ、ハワイのショップで売られてるウクレレの巻き方、簡単なんですかね、ちょっとかっこいいなと思って、真似してるハワイアン巻きと勝手に呼んでます。最初は筋肉に音ずれてきますので、2、3チはちょっと落ち着くまで待った方がいいかな。もうずれてます。一晩寝かせました。本日はハワイアン巻きのご紹介でした。次回はお掃除の仕方です。